皆さん、ご機嫌いかがですか？ふいみチャンネルへようこそ。 DJ ふうみんです。いつから DJ ふうみんになったんでしょう、鈴木さん。まあいいや、今回は坂本ふいみ 35th アニバーサリー、高野祭と題しまして、昨年皆様にお答えをいただきましたアンケート、ラブソングスシリーズ、演歌シリーズの好きな曲ランキングを発表いたします。ラブソングスシリーズで5枚、演歌シリーズで3枚カバーアルバムをリリースしておりますけれども、果たしてどんな順位になっているんでしょうか。早速いってみましょう。という前にちょっと鈴木さん、カメラ変わってないじゃん。あれ、 YouTube 用に買ってくれるって言ったんじゃなかったっけ。いや、費用対効果があるんで一応予算とかということなので、ちょっとあのこのカメラで我慢してください。きっと次回は買ってくれるんだよね。考えますわかりました。では行ってみますか。はい、早速行ってみたいと思います。まずはラブソングスシリーズ第10位から第4位は、デレ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 、じゃん、入ってる、これちゃんと入ってる。こういう順位になっております。10位オリビアを聴きながら、9位天使の誘惑、8位ロコモーションからバケーション、7位時の過ぎゆくままに、6位名残雪、5位シルエットロマンス、そして4位が喝采ということですけれども、まあさまざまな歌が入っておりますが、どうなんだろう。オリビアを聴きながらもっと上かなと思ったんだけどな。結構ね、この YouTube でも出させていただきましたし、時の過ぎゆくままももうちょっと上かななんて思ってましたけど、そうですか。そして喝采が4位、ベスト3に絶対入ってると思ったんですけどね。皆さん結構私のファンの方は喝采最高なんて言ってたのに4位じゃないですかね。じゃあ、まあ、この中から、なんか文句ばかり言ってる感じになっちゃうあ、いやいや、まあ、皆さん お好みはそれぞれでございます。私が思ってたのとちょっと違ったということでございます。さあ、それではこの、中から1曲いってみたいと思います。第6位の名残雪いってみたいと思います。動き始めた汽車の窓に顔を
聞いていただきました。ありがとうございます。さあそしてあエピソードを交えていいんだね。もうここはもう終わりましたね。はい、それでは続いてでございます。続いては演歌シリーズの第10位から第4位を発表します。デレ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 、はい、第4位は越冬ツバメです。あ、違うんだね。はい、第10位は空港。いいんです、皆さんには分からなくても。第9位帰ってこいよ。第8位愛さんさん。第7位が君こそ我が命。第6位赤とんぼ。第5位は人生いろいろ。第4位が越冬ツバメということでございますが、空港10位ですね。恩師猪俣先生の作品ですけれども、10位、そして帰ってこいよ。もうこの曲もね、コンサートなんかで歌わせていただいておりましたから、もうちょっと10位かと思ったんですが、またブチになっちゃう。そして8位の愛さんさん、大好きなこれね、アレンジも大好きです。美空ひばりさんの歌、そして君こそ我が命もやはり恩師の猪俣先生の作品ですね。人生いろいろ。島倉千代子さんのこの曲も強いですね。第5位。そして越冬ツバメ、ね、森まさこさん、森まさこさんはもう引退されたということなんですかね。休業、引退されたのかな。ねえ、今どうなさっているんでしょうか。でもね、息子さんたちがもう大活躍ですからね、悠々自適な感じなんでしょうかね。引退といえば、ね、引退ではないんですが、休業中の宮古晴美さんもねえ、もうどうなってるんでしょうか。本当にお会いしたいです。はい、あ、ちょっと演歌シリーズのこのアルバムとは関係ない方向に行きそうになりますけれども、さあさあこの中からじゃあ1曲ということですので、もう大好きな、もうアレンジも大好き、千秋直美さんも大好きということで、赤とんぼを歌わせていただきたいと思います。あ、そうだ、鈴木さんさ、ちょっとこの曲はセット、あの居酒屋のセットにしようよ。今から、うん、ちょっと待って、一回止めます。はい、ママまだやってる？空にしてって酒も魚も今日でおしまい、店じまい、5年ありがとう、楽しかったわ、いろいろお世話になりました、しんみりしないでよ、けさ新宿駅
てもいないもの。だけど皆さん飽きもしないでよくよく通ってくれました。部門第3位は、というわけで第3位はさらばシベリア鉄道でした、この曲はもう私なんかは太田裕美さんの歌で、ね、あの学生の頃を覚えてたりしたんですけども、レコーディングの時はこれを作曲された大滝栄一さんバージョンで覚えたんですね。ですからこのふわりがちょっと難しくって覚えるのに苦労したのをちょっと思い出しましたけれども、はい、第3位はシベリア鉄道でした。はい、それでは続いて第2位の発表です。片思いでいい名曲です。この曲も、いちこさんのコマーシャルソングとしてカバーをさせていただいたんですが、桐生院翔さん素晴らしい才能ですよね。もうこの歌も実は、本当は転調するところ一音転調するんですが、ちょっと音域的に無理だっていうんで半音にしていただいて、また新しいアレンジでカバーをさせていただきました。もうこの歌を歌うと本当に魂持ってかれちゃうんですよね。はい、第2位は片思いでいいでした。さあ続いては、お待たせいたしました、第1位は、いつか風が散らした花も、というわけでまた君に恋してるでした。もうこの歌をカバーさせていただいて、シングルとして発売させていただいて12年ですよ。まあ12年前にこの歌と出会って、この歌がお天から私のところに舞い降りてくれたおかげで、まあ、こういったカバーアルバムもスタートしたわけですけども、この曲がなかったら、ね、こうやって35年も華やかな場所で歌うことはなかったかもしれません。私にとっては大事な大事な、一曲となりました。皆様リクエストありがとうございました。ということでこの中から一曲歌うわけですが、
また君に恋してるも、そして片思いでいいも、もう YouTube でも歌わせていただいております。ということはシベリア鉄道ですよ、あのさらばシベリア鉄道。これね、はっきり言ってレコーディングから歌ってないんです。なぜかというと難しいから難しいから歌ってないんですが、しょうがない、 YouTube だから歌っちゃおうということで歌いますよ。言っていいのかな。はい、では行きましょう。ちょっと待ってよ、どこだ。西が来るか
りばっかですね。まあこれもですね、もう名曲中の名曲でございます。北原美玲さんのね、歌ってらっしゃる楽曲でございますが、中西玲先生、浜圭介先生のコンビで作られた名曲でございます。これをもう随分ちょっと演歌から遠い遠いロック風のアレンジにしていただいて、コンサートでも歌わせていただいておりました。はい、石狩漫画が第3位です。さあそして次いきますよ。演歌部門第2位は、おお、第2位はセルフカバーですね。私の火の国の女でございますけれども、これもやっぱりロック風のアレンジで、ね、これまでの琵琶で始まる音といいますかね、アレンジとはガラリと変えてかっこいいバージョンとか、琵琶バージョンもかっこいいんです。オリジナルもかっこいい。やはりこう私の中ではもうダントツ好きな、一曲でございまして、オリジナルの中でも、そんな火の国の女をセルフカバーさせていただきました。それが第2位でございました。さあ第1位は何になるんでしょうか。では発表いたします。演歌部門第1位は、胸の初の夜行列車を見た時から、これですね、津軽海峡冬景色。もう私にとりましてはなくてはならない、小学5年生の時に出会った歌手になるきっかけとなった一曲でございます。この津軽海峡冬景色をもうさゆりさんのようには歌えないから、アレンジを随分とこうちょっとスローにしていただいて、全くさゆりさんとは違った雰囲気に作っていただいたわけですね。その津軽海峡冬景色が第1位ということでございます。皆さんありがとうございました。さあこの中から何を歌おうかということなんですけれども、そうですね、津軽海峡冬景色もね、ステージでも歌わせていただいておりましたが、今日は第3位の石狩漫画を歌わせていただきたいと思います。上田さん、上田さん、はい、あ、ほら例のもの持ってきてくれる。はい、はい。さあ鈴木さん、終わりはやっぱり例のコスプレでしょ。いい、いいでしょ。それはなんでオチがないじゃん。いや、オチは今回は、いや、ダメだよ。だってファンの人これ期待、歌よりこっち期待してるんだからね。みんな歌をちゃんと歌えば大丈夫。いや、ダメ、他の方と差別化するためには YouTube でコスプレもこれ決まりだから、鈴木さん、ね、いや、行きましょう。ちょっと待ってください。じゃ止めます、止めます。はい、はい、あ、まこっちゃん、うん、おはようございます。ちょっといいかな、大至急、大至急ちょっと本人の家までちょっと、うんうんうん、急いでください。ありがとう、よろしくお願いします。今じゃ
投票してくれたんだからさ、ねね、うん、決まり、これで決まりです、ね。まこっちゃん、あ、どうもありがとう。いい仕事して、グッジョブ。